無事だったのか。まだあれは持っているのか。採軸会が予想したほど強力かどうか確かめよう。彼女はダメだったようだ。撤退しなければならないことがはっきりしたときに、彼女は他の者を先に撤退させ、一人そこに残ったのだ。すぐ後ろにいるぞ。こっちだ。何を企んでいるのかわからないとでも、お前を倒せないとでも思っているのか。この力があれば世界は思いのままだ。お前がどうにかできるとでも思っているのか。自分が吹かない。貴様のふざけた魔法もどきなど効かん。私に触れられるものか。目に使え。もういいだろう。ま、続けるか。やっぱりならば来るがよ。何ができるか見せてやろう。さあ、
私に勝つことなどできん。やれると思っていたぞ。わからない、アンカノはいなくなった。だが彼が目に何をしたにしろ事態は悪くなる一方だ。どうしたらいいかさっぱりわからない。うまくいくと分かっていた。お前を信じる我々の信念は正しかったようだ。ウィンターホールド大学の導き手にとどまらない、自分の価値を証明したな。あの目は不安定な状態に陥っている。ここには置いておけない。さもなくば大学やこの世界に破滅をもたらすだろう。安全な場所に置かれるべきだ。この世界はあれを使いこなす準備ができていない。それはアンカノが証明している。我々がこれを守る。とりあえずな、これは大学を存続させるチャンスなんだ。命がけで実行してほしい。アークメイジ、お前の助けが必要なんだ。ハイクロス川に登る準備ができてないからな。あの道は危険だ。グレイビアードはそれを待ってるんじゃないのか。はっきり言うとわからないな。修道院に入ることをいつ許されるのか。いつかはそんな日が来るといいな。ハイクロス川に向かう途中か。俺もそこへ届け物をしに行くところなんだ。捧げる食べ物はだいたい干し魚と塩漬け肉だ。長持ちするからな。グレイビアードはあまり外に出たがらないんだ。わかるだろ。そこは合意の上ってやつかな。つまり少しの保存食で金を取るのは悪い気がするからな。問題は俺の足が昔のように動かず、7000階段を登るのがしんどいってことだ。本当か。それはありがたい。この袋に供物が入ってる。階段を登りきると奉納箱があって、袋を箱の中に入れれば終わりだ。気をつけろよ。